どうもこんにちは、今回はですね、広島県にあります岩倉山ファームパーク、こちらに遊びに行ってきました。初めての試みなんですけども、自分のね、動画を見ながら自分で解説するというね、ことをやってみようかなと思いますけれども、今回使ったテントは、DOD のテントです。最近ね、あんまり使ってなかったんですけども、まあ久しぶりにちょっと使ってみようかなということでですね、あんまり絵が変わり映えしないのもいけないなと思いまして、久しぶりに DOD のテントを持っていきました。まあこうしてみるとですね、僕の持ってるもの、持ち物っていうのかな、持ち物はね、かなり、だんだんシンプルになってきたような気がします。なんかね、自分のスタイルというか、そういうものが固まってきてて、まあなんだかんだ言ってもともとね、物をあんまり持ってない人なので、そんなにね、持ち物なくても結構大丈夫だったりします。で、岩倉山ファームパークでですね、薪を売ってまして、そこの薪を購入して、薪割りもしてみました。で、薪割りに関してはね、すごく割りやすい薪で、何なんだろう、杉とかなのかな、いつもね使っててるのが奈良とか、それ奈良とかね、そういう木なんですけども、そういうものと比べてね、かなり割りやすいので、こういったね、ナイフでバトニングするのもかなりやりやすかったです。ちなみにですね、いつも使ってるのが、この薪割り台とバトニング棒なんですが、ファットウッドファクトリーさんというところの薪割り台とバトニング棒を使ってます。で、バトニング用のナイフなんですけども、SCHF36 というのを使ってます。で、これはですね、車中泊系 YouTuber の、テルさん TV さん、テルさん TV さんっていうのはなんかちょっと言い方が変な気がしますけども、テルさん TV がですね、紹介してまして、僕もね、これ使ってみたいなと思って使ってるんですけども、使いやすいですね。夜には備えておきましょう。もうこれで大丈夫でしょう、こんだけあれば。火がつかないってこともなさそうなので、そうですね、これで OK ということにします。これはまあ持って帰りましょう。これただこういう太いのもいけそうだな。まあ、使いやすいのもそうなんですけども、このね、オールブラックの見た目、オールブラックの見た目も好きですし、刃もね、厚い分結構ね、重たいです。なので、まあ、そういった存在感もね、僕は結構好きなナイフだなと思います。バトニングはね、やっぱ楽しいんですよね、やってると。で、奈良の木とかね、硬い木だとね、こういうね、バトニングってちょっと難しいんですけども、こう刃がね、スッと入っていく感じで、このね、薪はすごく割りやすかったです。今日はね、焚き火台ちっちゃいやつを使うんですけど、まあまあ今日ぐらいのね、薪のサイズであれば、どれぐらいだろう、30センチないぐらいですかね。これぐらいのサイズであれば、そのまままあくべることもできそうです。さあ、ということでご飯にしようかな。さあ、これでね、料理なんですけども、家からですね、ちっちゃな玉ねぎを持っていきまして、みじん切りにまずはします。ちょっとね、横に切り込みをどんどん入れていって、それから今度縦に切っていくっていう、よくあるみじん切りの仕方ですよね。これだとね、やっぱりすごくやりやすいので、まあ、みじん切りが僕みたいに得意じゃないという方も、まあ、この方法であれば結構やりやすいんじゃないかなと思います。なんか野菜をね、切ってるとすごくね、なんか料理したなっていう感じがしますね。
で、スキレットなんですけども、スキレットは、スケータースキレット、 2way スキレットですね。なんだかんだ言ってね、やっぱこのスキレットが一番使いやすいので、料理するときには一人用のサイズとしてもちょうどいいので、よく使ってます。まあね、このスケータースキレットとかもなんかこう、スケーターさんともちょっと仲良くなれたので、なんかね、こううまいこと、ブラッシュアップするというか、いい感じにですね、改良とかしてくれると嬉しいなと思ったりもしてますね。で、ベーコンをこの時点で入れたんですけども、できればね、ベーコンは最初に入れた方がいいかもしれないです。っていうのが、やっぱり玉ねぎが焦げやすいので、なんかなるべく焦げないようにしようと思うと、先にベーコンを炒めて、こう油を出しながらカリカリに焼いておいて、そこから玉ねぎ炒めるという方がね、なんかもうちょっと美味しそうに見えるかもしれません。で、オリーブオイルを最初に入れましたが、香り付けの意味も込めて、バターも入れてます。なんかね、バター入れるとこう味に深みが出るような気がするので、バターはね、結構入れることが多いです。で、洗った生米ですね、これは生米を入れてます。まあ、シェラカップの中でですね、こうお米を洗っていって、で、洗ったお米、水もね、あんまり切れてないんですけども、まあ、どっちにしろね、水を足したりするので、まあ、そこまで水を切ることに頑張らなくていいのかなと思います。少々ね、水が残っていてもこうやって、炒めますし、油をね、吸わせるので、まあ、少々あってもいいでしょう。結構ね、火加減が、弱火の中火みたいな感じですかね。で、こう、それぞれの具材を混ぜ合わせながら炒めていくという感じです。まあ、ほんとね、混ぜ合わせるぐらいって思った方がいいかもしれないですね。で、そこにね、水を投入します。水はね、これ分量測ってません。シェラカップのね、半分ぐらいだったかな。半分ぐらい入れて、で、それと同じ量ぐらいのトマトジュースを入れてます。で、分量なんで測ってないかっていうとですね、どっちみちこの水分量だと、またね、水分を足す必要が出てきます。なので、まあそんなにね、測る必要はないだろうということで、そのまんま入れました。で、この日のサイトの感じはこんな感じです。かなりシンプルですよね。で、コンソメキューブを入れまして、それからね、だんだん水分が足りなくなってきますので、トマトジュースを追加してます。水分が足りなくなってきたらですね、水を入れたりもするんですが、まあ、なるべくはですね、トマトジュースで、どんどん味を濃くしていくというようなイメージですね。で、塩コショウをかけます。で、味付けに関してはですね、コンソメキューブも入ってますし、ベーコンからの塩味も出てきますんで、塩味はね、ちょっと、抑えめにした方がいいかなと思います。まあ後で入れることもできますしね。で、それをね、だんだんこう煮込んでいって、やっぱり水分が足りないなと思ったら、まあ水をちょっと足したりとかしてみてください。で、柔らかくなるまで煮込んだら、ある程度完成なんですけれども、ここからさらにですね、ピザ用のチーズ、これを入れていきます。ピザ用チーズ、これでとろみをつけて、なおかつまろやかにしてしまいます。もしですね、トマト缶を使うんであれば、トマト缶そのまんまこう火にかけちゃったりしてもいいかもしれないので、まあ、そういう意味ではね、結構そっちの方が作りやすいのかな。どうなんだろう。僕は缶詰のまんま料理するのが結構好きだったりするので、まあ、そっちもおすすめですけどね。そっちもおすすめなんだけど、売ってないことが多いんでね。
じゃないことが多いので、どうしてもこのトマトジュースの方がやりやすい気がします。 OK。 さあこれでパセリをかければ、とろっとしたチーズリゾットの完成です。じゃあ早速いただいてみましょう。この日はねちょっと忘れちゃったんですけれども、粉チーズもね最後に仕上げてパラパラっとかけてあげると、お酒のねつまみにはね本当ちょうどいいですし、やっぱり今寒いですからね、もう寒いので、あったかいご飯をそのあったかいまま食べるっていう意味でも、こういうふうにねとろみがついてると熱が逃げにくいので、これからの季節にすごくいいんじゃないでしょうか。こうね一人で黙々と食べるというのが、まあソロキャンプの醍醐味なんですけれども、若干ちょっと寂しい感じするな。早くもですね、寒くなってきたので焚き火タイムに入ってるんですけれども、このね一番下で今火をつけたのが文化焚き付けです。で、文化焚き付けはですね、最初袋に入ってるんですが、袋から開封してしまって、こうね外気にずっとさらされてると、その灯油みたいな成分が抜けてしまうので、なかなかですね本来の威力を発揮しづらいんですが、それでもね燃焼剤としての役割、それは十分果たしてくれるので、文化焚き付けはね僕まあ3パックぐらい持っててもいいんじゃないかなと思ってます。で今度はですね外の ST330、 これで料理をしていくんですけども、やっぱり、ね、ST330 のね着火の部分がなんか弱い気がするんですよね。今まで中国製メーカーを使ってたんですが、中国製メーカーだとね本当に着火したら一発で着火できてたんですけども、なんかやっぱり何回か着火しないとつかないので、この辺はねちょっとっていうような感じですね。いい値段がするので着火の部分ももうちょっと強いといいなと思ったりします。でビーパルのねおまけの鉄板ですね、これをね使ってちょっと料理を作ってみようかなと思います。ちょっとね、気になるものをね買ってきました。見えるかな、バジルモッツァレラチーズ入りソーセージ、なんかね初めて見たんですけど、非常に気になっちゃって買わざるを得ない感じでした。このねビーパルの鉄板、これねおそらく3つぐらいは焼けるんじゃないかなと思うので、はい、その3つ行ってみましょうか。やっぱりね、キャンプっていうと肉もいいんですけど、ソーセージも美味しいんですよね。で、ソーセージも美味しいので、まあ、いろんなところのソーセージがありますよね。いろんなところのソーセージがあるから、まあ、できるだけいろんなものを試したいなと思ったりもしてますね。で、この時ですね、明かりを固定する場所を設置するのを忘れてたので、100均のですね、電球型 LED ライト、これをね、手に持ちながらこう撮影してます。夜のね、撮影する時の明かりっていうのは、ちょっとこれからまた課題だなと思ったりしてるんですけども、で、料理をしながらも、焚き火をすると、やっぱりですね、どんどん木をくべていかないと焚き火が消えちゃうので、結構ね、ソロキャンプはなんだかんだ言って忙しいもんですよ。いいですね、いい感じに、あ、チーズが出てましたね、今。ちょっと食べてみよう。このね、ソーセージがね、ハーブとモタレラチーズということで、チーズの味はね、結構するんですけども、ハーブがちょっと弱かった感じだったかな。あ、うまいかな。で、美味しいんだけど、ちょっと、まあ、ソーセージ本体の美味しさとしては、普通な感じでした。
前食べたね船形農場のソーセージがあまりに美味しすぎたんで、ちょっとあの辛口な採点になってますけども、まあこういう風に、ね、ゆっくりしながらご飯を食べるっていうのはソロキャンプの醍醐味ですよね。なんですが後ろでね結構車が走ってるのがお分かりになられるんじゃないかなと思います。ということで今回は岩倉山ファンパークでのキャンプの模様でした。もしねあの行ってほしいっていうキャンプ場があればですね、あのコメント欄の方にいただければできるだけ行ってみたいなと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは